皆さんこんにちは、歌舞伎 YouTuber の天皇和風です。いよいよ東能歌舞伎中津川保存会の第71回の本番が始まります。入り口には、中津川の特産品でしょうか、売っていて、なんか平成中村座を思い出しますね。いいですね。いや昨日本当に今前日の大合わせを見せていただいて、まず大道具さんが楽しそうに作ってる、なんか大道具さん、まあ、いろんな地域の大道具さんが集まって作ってるそうです。そして太夫合わせで、まあ、役者も、まあ、しっかり練習してきてますけども、振付師の方が素晴らしかった。振り付けって言ってももう演出まで、やってました。もう役者の振り付けだけじゃなくて、きちんと、まあ、太夫さん三味線との合わせ方も仕切ってました。素晴らしいと思いました。さあ昨日まだまだ改善が必要なところもありました。一晩練習されたでしょうか。楽しみですね。それでは直吹きワールドに行ってみましょう。レッツゴー。皆様ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。歌舞伎振付師伊藤舞と申します。本日一番最初の幕、梶原平蔵誉れの意識でございます。皆さんこんにちは。今日は東能歌舞伎の中津川保存会の今日の公演の振付師の伊藤麻里さん、はいはいはい、ありがとうございます。伊藤麻里です。いや今日本当素晴らしかった。しかも4演目の振り付けって、ちなみに振り付け師ってどんなことをするんですか。まあでも、公演、歌舞伎の公演のもう全てを取り仕切る、はい、あのお役ですので、もちろん浄瑠璃も全て分かってないといけない、ね、はい、衣装も分かってなきゃいけない、はい、かつらも全部分かってなきゃいけないという中で、まあ、その浄瑠璃にやっぱり歌舞伎ですので、浄瑠璃に合わせてのその振り付けをさせていただくというような形になります。でもあれですね、振り付けだけじゃなくて、だって太夫もやられていたし、あと黒子で後ろも駆け回られていたし、はい、すごいです。いやいやいや、とんでもないです。まあでも本当にこういう、自分の好きなことをお仕事にさせていただいているので、本当大変幸せなことです。ありがとうございます。であれですか、台本、はい、台本はこれずっと受け継がれているものなんですか。いや、台本は、まあ、あの作者は作者で、まあ、近松門左衛門さんとかそういったものになりますので、はいはい、そういう元の本はありますけれども、はい、それを、まあ、どこでもそうだと思いますけど、はい、まあ、それぞれの振付師さんが、はい、まあ、演出という形で変えたりしながら、はい、作る形になります。なので今回の台本4冊も私が全部書いてというような形、はい、あ、それは
すごいな。え、ちなみにもともとは役者さんだったんですか。あ、私はそれこそ、はい、今日2つ子ども歌舞伎ありましたけれども、はいはいはい、中津川の、はい、子ども歌舞伎講座の出身で、ずっとやってきたような形です。すごいですね。そっかそっか。もうじゃあ面々と先輩たちから引き継いで。そうですそうです。まあ振り付けということではまたちょっと変わってきますけれども、はい、まあでも振り付け師だけに収まらないようにやっぱり舞台の感っていうのは役者として出てないと、はいはいはい、その都度、はい、腐っていってしまうと思うので、はい、役者で出ながら、今回は出なかったんですけども、はい、役者をやりながら振り付けもし、うん、まあ太夫もさせていただいて、はい、まあ、もちろんない時は貢献で走り回るというような、はい。この中津川のその直吹きの特徴ってどんなところなんですか。あ、そうですね、はい、この中津川保存会で言いますと、はいはいはい、まあ、もちろん私の振り付けをもとにやってはいるんですが、はいはい、もう私ももちろんその役者ごとに宿題に出すというか、まあ、説明だけをこの役はこうこうこういう役でこういう人物でということを説明をすると、役者たちがその役になりきって考えてくるっていう、なので多分同じ芝居は2回できないみたいなその都度、でもその個人、まあ、素人なので、うん、個人がやる今日の梶原もそうでしたけど、今日やったその大浦さんの梶原が今回の梶原ですし、はい、また次の人がやったらまたその次の人の色になっていけば私はいいと思うので、そういうふうにその個人の役者に一番役者が一番よく見える、はい、演出と振り付けを心がけています。素晴らしい、はい、じゃあ最後に、はい、歌舞伎とか直吹きを見てる人にぜひこれからどうしたいか、はい、抱負、はい、アピール、はい、します。やっぱり、まあ、出演者ももちろん減ってきているんですけれども、はいはい、やっぱり見に来ていただくお客様も少なくなってしまっているのが現状ではあると思うんですが、まあ、このコロナもありましたし、ただ直吹きされど違う、はい、直吹きというか、まあ、私たちはもう大歌舞伎にも負けないっていう、うん、気持ちだけでやっておりますので、まあ、大歌舞伎ももちろん素晴らしいんですけれども、直吹きも素人役者ですが、はい、またぜひ足を運んでいただけたらと思っております。ありがとうございます。いや、全然普段大歌舞伎見ても全然今日面白かったですよ。ありがとうございます。もう最高の褒め言葉です、はいはい、じゃあ今日は、振付師の、はいはい、伊藤真理さんにお話を聞きました、はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。今東能歌舞伎中津川保存会の歌舞伎の大会が終わりました。いやー、いろいろ学びましたし、本当に直吹き楽しかったです。石切梶原に続いてまず中学生の茜谷よしべの場、そしてなんと小学生の弁慶上司の場が行われました。そして最後は大人の稲瀬川勢ぞろいでした。いやー、本当にまず中学生が姉と弟の情愛1時間たっぷりと見せました。驚きです。そしてその後弁慶上司の場では、これはなんと小学生小学5年生が中心ですけども、弁慶と人世の契りを交わした女性が子供を弁慶に殺されてしまうという、まあ、悲しい、これも、まあ、人情もの時代もの、ないまぜになったような、話でした。これを本当に小学生の、まあ、弁慶可愛いんですけども、でもしっかりとセリフも言っていました。今日驚いたんですけども、聞いて驚いたんですけども、直吹きなんとかつらや衣装は当日つけるそうです。で、直吹き研究の、まあ、アメリカ人のマイケルさんが言っていたんですけども、なんと
当日初めて下駄を履いたと、まあ、それで花道滑るというような話もしていました。いや、直吹きならでは本当にチームプレー、そしてでもその場の現場対応力でみんな楽しんでると思います。おひねりもみんなで盛り上げるために投げてました。そして大向こうもかかってました。いやー、いい場でしたね。ということで、また直吹き見に行きたいと思います。ぜひいいねやチャンネル登録、そして皆様ご覧になった歌舞伎の感想をコメント欄にお書きいただけるととても励みになります。嬉しいです、まあ、いろんな情報交換しましょう。本当に直吹きの皆さん、素晴らしい演技ありがとうございました。裏方の皆さん、大道具、そして本当に三味線もしっかりしているのが、きちんと舞台の骨格を作っていると思います。いや、付け打ちも素晴らしいタイミングということで、それでは皆さん、今日は中津川から失礼します。それでは歌舞伎 YouTuber の電脳ワッフでした。